部首問題。同じ部首をつけて別の漢字を作る脳トレが全部で10問です。では始めましょう。第1問、次の漢字に共通してつく部首は何でしょう。正解は人間でした。第2問、次の漢字に共通してつく部首は何？正解は底辺でした。第3問、共通してつく部首は何でしょう。正解は門構えでした。第4問、共通してつく部首は何？正解は小里編でした。第5問、共通してつく部首は何ですか。正解は神妙でした。
第6問。共通してつく部首は何でしょう。正解は浮かん無理でした。第7問。共通してつく部首は何？正解は大里でした。第8問。共通してつく部首は何ですか？正解は魚編でした。第9問。共通してつく部首は何でしょう。正解は編み頭でした。第10問、最後の問題です。次の漢字に共通してつく部首は何？正解は口編でした。